これは川の水で竹がくるくる回ってるんだよ。ほほう、一発でうまくいっちゃったわい。さすがわし。で、これで何が作れんの？そう、そこがわしにもさっぱりわからんの。まあ明日のお楽しみだ。だ、燃えかすのコールタールだ。まず塩酸で洗ってから酒と酢で作った酢酸エチルぶっかけりゃアニリンゲット。酢を焼いた貝にかけて硫酸で追い出した漂酢酸を鉄パイプでケテンにしてから戻せば無水酢酸ができる。やっとできたアセトアニリドにクロロ硫酸を混ぜりゃパラアセトアミドベンゼンクロロスルホン酸で、そこにアンモニアぶち込んだパラアセトアミドベンゼンスルホン酸アミドを塩酸で煮た料理があれな、水酸化ナトリウムと混ぜて重曹にする。最後にこの料理を重曹で洗えばあとは待つだけだ。完成だ。しゃー、ほい、ウェイ。いっぱいいっぱい活躍してくれたのにかわいそうなんだよ。ルリ、安心しやがれ。その薬はな、石から生まれた命の粉、科学の万能薬だ。絶対病気なんかぶっ倒す。いいって言ってみろ。ヤギの鳴き声みてえな音がする。肺に水が溜まってる証拠だ。肺全体に赤い炎症、細菌が原因で間違いねえ。ルリ姉が、ルリ姉が。起きなくていい、横になれ。ゆっくり呼吸しろ。ルリ姉、天空貴様、あの薬のせいだ。父上、菌がいきなり本気出してきやがった。周りの無害な菌にまで毒の遺伝子ぶち込んでお仲間増やしまくるっつう技でな。だがな、サルファ剤は肺炎連鎖球菌をぶち殺す。勝ったんだよ。紅白が毎日必死こいて運んでた温泉が結果的にはルリを守ってたっつう話だな。ルリ、ルリ、もう何年ぶりかも忘れました。村の外に出たのも走れるのも、この男こそ今日から石神村の新しい王様だ。石神村、知っていたのです。あなたの名前は石神千空。